い、ということで楽しくオフィシャルです、はい、よいしょー、やってまいりました。今回名古屋は大須に来ております。大須、はい、でですね、じゃあなんでお前ら二人で、名古屋の大須にいて慎吾ちゃんがいないのっていうところだと思うんですよ。はいはい、事情を説明しますと、つい先日、昨日かな、大阪に慎吾ちゃんがいるっていうのを僕聞いたんです。すごいね、情報が入って、あれなんかちょっと撮影したいなと思って、で僕以前からちょっと時計を探してまして、じゃあちょっと名古屋の方でいいお店探して、で撮影協力とかもお願いして OK のところに時計を買いに行くんですが、それだけだとちょっと面白くないので、僕が一応時計買うっていう体で慎吾ちゃんを実際呼び出して買わせちゃおうかなと。慎吾ちゃんに、あの人に買わせちゃうっていう、そういうドッキリでございます。おー、はい、うまくどんなシンゴちゃんを、はい、こ乗せるかみたいな。そうです、もうシンゴちゃんに時計買ってもらいます。おお、いくらだろうが関係ありません、買ってもらいます。一応ブランド専門店のゼットンさん、看板してます、ゼットンさんで、まあ、基本的に高級ブランドの腕時計を取り揃えてるお店で、一応買い取りとかも、やってるみたいなので、まあぜひ皆さんね、使わなくなったやつとか眠ってるだけじゃもったいないんで、ぜひまあキャッシュに変えたいなって方はここ来ていただいて、変えてもらえればなとかもできるので、上手で上手や。新品だけじゃなくて中古とかも置いてるんで、ぜひそっち見てもらいたいのと、あとまあ中入るんで、結局この後、中はねその感じでどんな感じなのかなっていうのを見てもらえればいいなと思います。ということで慎吾さんをもうね、多分今ねホテルで寝てるか朝風呂してるかなんで、ちょっと呼び出していこうかなと思います。破天荒いたずら坊主呼びます、はい、ちょっとね呼び出します。あの人呼ぶとね、どんなドラマになるか分かんない。確かにちょっと呼び出します。思った通りにいかない、聞こえるかな大丈夫か、あれ財布持ってこないとかあるからね。あ、出た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 、もしもーし、もしもし、あ、おはようございます。おはようございます。今どちらにいらっしゃいますか。え、今はい、ホテル今ちょっと足裏マッサージしてた。ああ、マッサージ受けてました。あ、え、あ、名古屋にいるんですね。そうなんですね。ちょっと、僕らはもう今名古屋にいて、ちょっと来てほしいんですよ、急遽。もうそのままでいいんで。ちょっとスタッフさんに言っとくんで、連れてってもらってください。すいません、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ということでね、呼び出すことに成功しました。すごい、すごい、どうなるんだろう。どうなると思います？なんか、慎吾ちゃんにドッキリとかかけたことあります？ない。もうあの人自体がもう毎日ドッキリみたいな生き方がドッキリじゃん。なんかどうするんですかね。いやでもちょっと反応じゃ全く読めないですね。全く読めない。長年来の相方さんですらわからないぐらいなんで、ちょっと僕らもね期待して、とりあえず慎吾ちゃんを待っていこうかなと思うので、慎吾ちゃんが来るまで時飛ばし。来ていただきました。なんか何急に呼び出して、意外とちゃっかりちゃんとした服装でこんなのシフトなんですいません、急に呼び出したりして、いえいえいえ、ちょっと本日、はい、ちょっと僕がちょっとこんな格好で、はい、時計を、カイ君珍しくない、何このって言って、ちょっとデブの痩せ我慢なんでそう、その時計を買うのに付き合ってほしいなってこと。全然付き合うよ。いいですか、時計好きだから。目利きだったりとかするじゃないですか。そうなんですよ、なんぼとか。意外とね、いろんな時計持ってるんで。そうですよね、時計好きなんですもんね。時計大好き。そうなんで、知識が僕もあんまりないので、ちょっとご本人に、聞きたいなと思って、はい、今日読み出させていただいたんで、ちょっと早速見ていいですか。時計はね、もうあの直感なんですよ、相性なんですね。あ、そのあ、わっと思ったものを買うのが、値段どうこう、機能どうこうじゃなくて、もう値段気にしないってこと。値段気にしないです。あ、それをじゃあ今日ちょっと見つけていきたいので、早速中行きましょう。はい、よろしくお願いします。クリスさん、時計ってされますか。僕ね、見えないやってるから壊れるのやって。あー、酔っ払って壊れる。そう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 、一回あるのよ、酔っ払って時計。あ、クリスさん喋んないじゃん。ダメだよ。なんか今だとどんなのが人気とかありますか。そうですね、安定して人気なのはロレックスですね。あ、ロレックスじゃない。そうですね、なんか意外と今マニアが多くてこう来てるよみたいな。オーデマフィギュアですね。あ、はい、もう何も知らない知らない。チンピラって、ごめんなさい、チンピラって出てきた。ちょっと喋れない。オーデマフィギュアの取り扱いのところは、はい、ありますか。ありますか。はい、ちょっと見ますか。はい、もちろんいいです。なるほど。なので、
え、慎吾さんは普段どんな感じで。僕はまあこういうのも結構ですね、時計好きで、こだわると大体世界で何個やつも絶対1なんですね、僕。こちらの、こちらですね、まあ、限定で28本なんです、世界で。1個目、僕はゲットしました。はい、ちょっとじゃあロレックスも見せていただきましょうか。はい、最後に結婚してたロレックスをカメラやれます。あ、輝きがすごい。これ上なんかえぐないですか、桁柄って。あ、全然違いますよ、ね、これね、プラチナムは多分めちゃくちゃ、多分これアイスブルーってやつで、すっごい世界でも人気のやつなんです。へー、ちょっとね、これいいな。目利きの慎吾ちゃんからしてもこれはじゃあ、うん、これ、いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。他の色もいいんだけど、僕このちょっとアイスブルーめっちゃ好きですね。なんかタバコでもありそうじゃない、アイスブラスト。確かにアイスブラストじゃないですか。え、ロレックスのやっぱりデート長い。そうですね、デート長いします。あ、買えないぐらいですね。はい、普通じゃ買えないぐらいですね。買えないですね。そうですよね。ちょっとね、これいいな。あの、若い人どれが一番好きですか。僕は直感で言っていいですか、はい、デート長ですね。いや、ガクガク、すごっ。これは、でも値段気にしないと思ってます。え、全然僕今日買おうと思うけど、え、全然僕今日買おうと思うけど、え、全然僕今日買おうと思うけど、ちょっともうちょっと見たいな。いやいやね、こういうものは値段を見ないの、もう買うの。本当それがおかま、おかまって、お買い物おかま道みたいな、わかんないね、ちょっとごめんなさい。え、これはでもちょっと素敵なので、はい、ちょっとはめてみてもいいですか。もちろんね、ありがとうございます。はい、このまま。ちょっとやばい、ちょっと見てください、ちょっと見て、ちょっと見て、見て見て、見るのはただよ、見て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 、見るのはただよ、見て見て見て。はめていいですか。1000万なんで、はめてもらっていいですか。やばい、ちょっとね、今ね、つけた時のこの重みとか、あの感触、うん、慎吾さんに買ってほしいって言ってるんですよ。時計が、マジで。ちょっとサイズが小さいですね。ちょっと小さい。でもこれはでも全然調整は、あ、大丈夫です、できますもんね。はい、調整はできます。うわ、うわ、ちょっと待って、いろいろ考えてみるね。はい。コーヒー飲んで、それさっきですよ、それ。それさっき。これを持って、やっぱり日常のことをできて、あ、ちょっとあまり、あの、なんていうの、この、あの相性というか、はいはい、なんか全部今見てるんですよ。あ、左利きなんで。日常を、日々思い出して。あ、ちょ、ちょ、ちょ。マジで本当にあの欲しい、欲しいし、この時計が買ってくださいって言ってたら、もうこれ買うしかない。え、嘘でしょ。ちなみにこれはすぐ手に入るような代物ですね。なかなか手に入らないです。え、やっぱ見るがあるんだよ。だからか、一個だけもう桁が違いますもんね。そうですね。僕もなんか多分利益分かってるんですけど、僕買い物行くともうあのパパッと買っちゃうんですよね。早い決めるの間違いないですか。パパッと買っちゃうので、もう、もう本当にもう女みたいだらだらもうそんなバーッとみたいにバーッとバーッと買っちゃうもん。これも買っちゃおうかな。あ、ちょっと、はい、この速さで一旦違うのも見ます。ちょっと僕あのウブあっちになったかな、あっちになりましたね。僕ちょっとこの辺が、慎吾さんはウブロどうですか。ウブロは好み的にはあんまり惹かれないですね。ほら、ほら、あんまり惹かれないですね。あれ見ちゃったからな、慎吾ちゃん。人生変わるかも。それ買ったら、うん、どうしよう。人生変わるそうな人ここにいるから。めちゃめちゃずっとだって一応キープしてますもん。ずっとキープしてるの。すごい。いや、もうめっちゃ気に入りました。いや、でも買います。え、買います。慎吾ちゃん。え？なんか他のもちょっと見た方がいいんじゃない。あのね、僕はもうこれでいいんです。え、僕ね、あの他興味ないんですよ。あのこれだと思った人しか買わないです。じゃあ、キュウキさん、普通にドッキリできたのに普通に買っちゃいそうなんですけど。俺らが一番ドッキリだわ。俺らに対するの。慎吾さんって普段からあんな感じです。あんな男と時計買うの早いからな。これ、あ、もうこれって決めたらいくらでもいくみたいな。いや、本当に、でももしかしたらこれ本当に買うかもしれない。あ、やばい。これちょっと俺もわかんないけど、ドッキリじゃなく普通に買っちゃうかもしれないってことです。これニュースなんじゃない。ちょっと見ていきましょう。様子見て、いや、いいんですよ、買うならいいんですけど。神回かもしれない。買わしていきましょう。これやばい。買わしていきます。やばい。
え、慎吾さんこれちょっと待ってください、ベタ惚れじゃないですか。長くね、全然離れないんですよ。いや、ずっとここに本当にね、はい、次な、買います。マジっすか、本当ですよ。え、お金、お金も、え、あのカードで、えカードで、レチカード持ってきて、ちょ、ちょ、え、本当に大丈夫、車にあるから、フェラーリ、フェラーリ、フェラーリやんすね。え、マジっすか、ラブルギーニの。え、え、買え、買えます？こんな急に来て、急に買っていいですか？はい、はい、もちろんです。え、じゃあラブルギーニの準備、じゃあ取ってきてもらう。本当？お願いします。それ本当持ってくるよ。お願いします。マジこれどうしても買いたいんで買います。ちょっとじゃあ買う方向で。ありがとうございます。いいですか？はい、すいません。すいません。ずっと眺めてますけど、うん、すごくないですか？もうこのこれを。え、本当に買うんですか？本当に買うよ。だって欲しいんだもん。いやいや、欲しいんだもんでいけるもんなら。本当に買うよ。このなんか、カード持ってきた？持ってきちゃった。カード持ってきた。この時計が僕に買ってくださいって言ってるんです。買います。やば。ちょっとじゃあお会計に準備があるみたいなんで、はい、それまで待ってましょうか。はい、はい、それまではおとなしく待っててください。はい、よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、用意していただいたんですが、しおさん、本当にまだ間に合いますよ。いや、全然買います。だって欲しいんだもん。買うの。ちょっといいですか、はい、見てください、これ桁見たことあります？こんな買い物の桁見たことなくないですか？すごっ。これね、インプレッサー4台買える。でしょうね、でしょうね。まあまあの高級会社買えます。なんならマンションですから、こんなの。よくマンションって言いますからね。動くマンションだから。一応これが箱で、はい、付属品です。箱こんなでかいんですか？はい、普通にカステラぐらいありません？文明堂の。めっちゃでかくないですか？声がいいね。めっちゃでかいリンゴマニア。このカードは何ですか？保証書になります。あ、じゃあこれが買ったよっていう証明書みたいなもの。そうですね。修理とかするときは時計とこれ。はい、持ってってます。修理に関してはなくても時計本体のみで行けます。あ、ここに来れば。はい、ここでも行けますし、ロレックスでも行けます。へぇ、ちょっとじゃあ外形をお願いしましょうか。はい、はい、ちょっとこれでお願いします。はい、ありがとうございます。さっきありがとうございました。ありがとうございます。これとても大切にして。でもこういうのって、あの買って皆さんほら家でちょっと記念みたいにする人って、はい、大体ダメじゃないですか。ね、だからこういうの使わないと、うん、使って一緒に傷ついて、日常も傷ついて、どんどん古びてって、一緒の人生を歩んでいくんですよね。はい、ずっと引いてますからね、僕。ずっと引いてますよ、これ買うってなってから。買います。だって今年ちょっとね、あの2020年、大変な年だったので、はい、だから逆にお金を使わないといけないなと思って、買います。すごい、でも急な対応でも親切にしてくださって、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、本日はどうもお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まさか本当に買うと思わないで。買っちゃいました。趣旨変わってきちゃったんです。今日は今日で高い時計してるんで、大事に持ち帰るみたいなこと言ってたんで、中で、はい、今日は大切に持ち帰って、はい、はい、ちょっとはめていこうと思います。はめまくります。はめまくります。はめまくります。はい、言い方がちょっと、ぜひね、この Z さん、ホームページを概要欄に載っけておきますので、はい、ぜひ時計を売りたい書いて、めちゃくちゃ丁寧に、接客していただいたんで、すごく満足のお買い物ができたみたいで、はい、良、はい、かったです。で、実はですね、今日、僕が買いてで、慎吾さんに高い時計買わしちゃうドッキリだったんです。何それ。マジで買っちゃうからドッキリじゃなくなっちゃったって。あらららら、言ってよ。終始あのこっちサイド店員さんも含め、えってなってました。どうしようみたいな。あ、給料3ヶ月分の時計だよ。何回やるんですか。ちょっと最後、担当さんから視聴者さんに何、はい、かあれば一言。はい、ぜひ一度ご来店ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、本日の動画がいいと思った方は、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、また次回の動画で。次回ちょっとね、ちょっと今月残りしかないですけど、もう弾けるので、はい、動画見てください。はい、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。リベレーのご褒美ありがとうございました。ありがとうございました。